こうやって見るとちょっとラオウ感もありますよね。そうですね。こうやってこうね、商店しそうな感じもあるんですよ、こうやって。よく送ってもらったんですよ、私横浜なんですけど、はいはい、その内海さんのベンツで演歌をかけてですね、はい、ほんでガンガンこう大きい音で帰ってくる、まあ、やっぱベンツに演歌だよなとか言って。わ、ミカサいるよ。いや、緊張しちゃってますわ、本当に。もうだんだん梶さんがエレンに見えてきて、はい、なんかもう声からなんだろう、苦しさとか悔しさとかがなんかもう漏れ出てて、うん、巨人の声がもう加工しなくてもいいぐらいすごくなってたって。いや、そうなんですよ。巨人化したエレンの声も、まあ、梶さんがやられてるんですけど、はい、そうなんすね。最初の頃は、最初の頃はというか加工は一応されているんですけれども、はい、なんかどん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 梶さんの素の声もその加工しなくても、まあ、巨人の声になってて。へー、